日野清兵は日本の陸軍軍人。戦闘機操縦者。最終階級は陸軍少佐。徳島県出身。戦隊長、加藤武雄中佐のもと、加藤春戦闘隊として、有名な日本陸軍飛行第64戦隊の隊員を務めた経歴を持ち、敵戦闘機との空戦によって、右足を切断されるが、義足をつけて戦列に復帰した義足のエース。 鉄脚のエース、接客のエースとして知られる。1943年11月25日に一式戦闘機、春新型に登場しているとき、日本軍として初めてアメリカ軍の P-51 マスタングを撃墜したとされるパイロットである。この25日の戦闘では、マスタングは長距離飛行のため落下式増装を投棄せずにラングーン上空で行位から、 訓練共同中の隅の中上機に攻撃をかけた。それより先にマスタングを発見し、マスタングの上空に出て攻撃ポジションについていた、ヒノキ中イラ4機が射撃距離に入ると、炭焼きを攻撃中のマスタングに対して奇襲攻撃を加えた。こうして最初にヒノキ機はマスタングを1機撃墜した。その後さらに2機をヒノキ中大機が撃破した。 また逃げたマスタングのうちの一機を 200km ほど追撃したヒノキ中隊の別のロッテの木の下順位機が海上で撃墜。さらに最初に攻撃を受けた隅の中蒸機も一機を海上で撃墜した。こうしてヒノキ中隊全体でこの飛散機のマスタングを撃墜し、被害はなかった。基地に帰還後に撃墜した敵機が新型の P-51 マスタングであることを 確認した注意は、撃墜の喜びよりも、これから大変なことになるぞと感じたという。その日さらにヒノキ中隊は3機の P-40 を撃墜した。翌26日、司令部より性能の違いを克服してよくやってくれたと称賛を受けたが、その時、部下達は連日の戦闘で疲れ切っており、気力だけで戦っている。これを混戦の中で、 次々に失ってゆくと、日の木注意は複雑に感じたという。1943年11月27日のアメリカ軍船爆連合での襲来時、P-38 戦闘機1機と P-51 を1機、海上 250km ほど追撃して変態から、遅れた2機の B-24 爆撃機のうちの1機を撃墜した。 さらに残る一機の爆撃機を正面攻撃で撃破し、反転して撃墜を試みようとした瞬間、護衛機の P-51 の奇襲攻撃を下方より受け飛弾。右足に機関砲弾が命中して、シッカー10センチメートルから先を飛ばされた。しかし火の危機器自体は、動力系も燃料系も大きな損傷はなく、飛行は可能であった。 ヒノキ注意はマフラーで、直ちに止血をしたものの、失血のためも朦朧とした意識と睡魔に襲われた。30分ほどの飛行の途中で、自爆や不時着を考えるたびに、戦死した加藤武雄隊長の、こんなところでいかんぞ、基地まで頑張れとの声に励まし続けられた。会場を抜けてからはいつの間にか加藤部隊長機の両機となって、ぴたりと変態を組んで飛んでいたという。 そして、ふと短期であることに気づくと、そこは、焙煎上空であった。と、ヒノキ注意は回想している。焙煎から苦しい飛行を、さらに続けてやがて、ラングーンの自分の基地に帰還した。被弾不祥時、ヒノキは出血のために、航空服に着用していたマフラーを傷口へ巻いたが、このマフラーは普段愛用していた、コバルトブルー色のものではなく、出撃時ふと思い返して、 同年2月25日に戦死した第64、戦隊6代目戦隊長、アキラ・タケシ、吉の未亡人から送られた、純白色のマフラーを取り出して着用したものであった。負傷により構想され右足下大部の団体形成手術を受け、療養のために日本内地に帰国。陸軍病院にて、ジュラルミン製の恩師の義足を吐く。 空中勤務者には不可欠の足を失っているため一時は復帰の道を断たれるが、檜自身の強い意志と文字通り欠の滲む懸命なリハビリによって空へと戻ることを認められる。1944年には前任の第64戦隊府から教官として明けの共同飛行士団府に移動。大戦最末期の日本本土防空戦において、 明ケの共同飛行士団府の空中勤務者、地上勤務者から、抽出改放された精鋭飛行第111戦隊、第2大隊長として、新鋭の母式戦闘機を操縦。1945年7月16日の迎撃戦では、10倍近くの敵に対して、伊勢湾上空で P-51D を、過労うじ撃墜したが、新鋭の戦闘機を用いながら、 舞台の連携が悪く、かつての精鋭明けの戦闘部隊の面影もないとの公害を漏らしている。航空自衛隊入間基地内のおさむ大記念館には、ヒノキの使用した義足が展示されている。公的な最終撃追数は12期。ありがとうございます。